はい、やってまいりました。はりまり。はい、斉藤で、斉藤でございます。斉藤でござる。はい。本日なんですけども、はい、五香牧場に来ております。はい、人気のキャンプ場、うん、五香牧場でございますね、はい。この動画はですね、施設紹介の動画となりますので、キャンプ場をぐるっと回っていきたいと思います。はい。はい、2個もいます。お散歩のウキウキが止まりません。はい、かなり今日広いキャンプ場なので、サイト別で歩きながら車乗りながらでちょっと移動しようと思いますけど、はい、地図があるんでね、あります、ね、地図と照らし合わせながらいつも通り行ってみたいと思います。はい、料金等はホームページを、リンク貼っておりますので、そちらからご覧くださいませ。寝てるチェックイン9時から行けんだよね。そうです、ね、まあ、チェックインチェックアウトも結構遅い時間の設定とかがあるので、そちらも合わせてホームページ見てみてください。はい、ここが、管理棟ですね。薪棟も売ってます。売ってます、はい、自販もあったし、うん、売店があります。ゴミは有料ですが捨てれます。はい、あの奥にねゴミステーションがありますね。はい、はい、有料です。はい、ということで、じゃあこっちの方はね、ちょっとフリーサイトとあとプレミアムサイトっていうのがあるんで、はい、基本は全部フリーサイトなんだけど、うん、この地図の下の方ですね、下の方のエリア、フラットグリーンサイトとかプレミアムキャンプサイト、繁忙期特別サイトとか、あと池サイト、うん、あるんでちょっとね行ってみたいと思います。はい、はい、でこのね池サイト、うん、池サイトっていうのはなんかお得意様限定っていうことなんで、まあちょっと どうなったらお得意様扱いになるのか僕らもわからないので、うん、はい、もし知ってる方いたらコメントいただけたら嬉しいです。はい、はい、じゃあちょっと池の方見てみますか。はい、はい、メリメリさんは、多分6歳です。保護犬のためちゃんとしたことは分かりませんが、はい、多分6歳です。ニコは多分1歳です。ニコさんは1歳、元気もりもりですはい、やってきました。楽しそうニコ。ここがね池なんですよ、この辺、ここメリおいで、おいで。ここが池のサイトです。わあすごいね、綺麗。すごい、この辺晴れるんだね。うん、すごいね。おいで、おお。あの橋渡れるんだ。あ、人が渡れるんだ、あれ。え、渡るの？うん、見てみる。あっちの島に行けるんだ。ニコはダメだよ。うわー、うわ、怖っ。これは渡れないですね。確かに丸太だ。うん、うわー、でもすごい、池がすごいね。綺麗。この辺に張れるってことか。うん、この辺りすごいな。すごいね。あっち側も晴れんのかな、もしかして。この付近全部、うん、すごい涼しい感じがします。これ池のサイトです。はい、次行きましょう。次行きましょう。じゃあ一旦戻ります。はい、駐車場の方まで戻ってきてですね。はい、ニコ、メリメリ。ここからキャンプ場入り口なんですけど、よいしょ。ここが特別乗り入れサイト、5000円プラスだって。すごい。まあ確かにすごいけど。じゃあ1万円ぐらいなんだ。ね。へえ。何にもない草原、芝が綺麗だね。芝生っていうことになっております。はい、はい、まあ、だからちょっとお高いサイトですね。うん、はい。そしてこの奥にプレミアムキャンプサイト、うん、プラス1万円っていうのもあるよね。やば。でさらにその奥に繁忙期特別サイト、うん、っていうのがあるんで、そっちまでちょっと行ってみましょう。はい、
この奥まで行きますね。おお、すごい、ここだ。ここがプレミアムサイト1万円プラスのとこですね。すっごいな。ちょっとネットで見えづらいですけど、はい、こんな感じ。めっちゃ広い、サッカー場だ。サッカー場になってんだ、すごい。すごい。あ、トイレありますね。うん、トイレ見てこようか、俺。はい。トイレは右奥、右奥。よいしょ。うん、あれだ。あったあった。こんな感じ。あ、なるほど。綺麗だけどね。あ、こっちに。よいしょ。あ、でかっ。こういう。あ、でも洋式っすね。綺麗。めっちゃいっぱいある。なるほど。で、女子トイレとこんな感じでございます。はい、虫が入んないように網戸になってる。うん、よいしょ。いや、全然綺麗でした。俺でも行ける感じだな。お待たせしました。どうでした？綺麗だけど、なんか昭和のトイレだった。古い感じと。座敷？うん、でも洋式だった。あ、座敷ではないけど。和式そうなんだ。プレミアムサイト広すぎない？これ2個走ったら喜ぶね。ねえ、サッカー場ってこんな広いんだね。ねえ、じゃあさらに奥いきますよ、はい、はい、書いてあります。繁忙期特別サイト、こっちだって。車乗り入れ禁止なんだ。あ、そうなんだ。うん、書いてあった。書いてあった。そっか。おお、広い。あー、なるほどね。すっごい広い。やばなんだこれ。この柵の中に車が入れないんだね。この辺りに車を止めて、この柵の中がサイトですかね。すごい。ここにちょっと見えない、これが柵があるんで、この中がサイトです。全部向こうまで。半端じゃない。やばいね、広さが半端じゃない。サッカーゴールあるから、やっぱここもサッカーだったんかな。うん、でも向こうまで運ぶの大変よね。大変。一番奥に水道があるねやばいよ。トイレはさっきのところ使う感じだよね。うん、すごい。へえ、なるほど。すごい広さ。いいですね。いいですね。車が入れないけどね。見えた。一回また駐車場の方まで戻りましょう。はーい。はーい。
はい、駐車場に戻ってまいりました。はい。で、もう一個有料サイトがあるんで、うん、有料サイトっていうの、特別サイトっていうの、特別サイト、うん、そこだけちょっと行きましょう。プラス1000円のサイトがあります。ちなみに五香牧場は標高が1400ぐらいあるので、はい、気温が低いです。かなり都会と10度違うそうですね。だから昨日も夜は15度でした。超涼しかった。寒かったね夜ね。寒かった。夜中寝るとき寒かった。うん。ここですね、フラットグリーンサイト。これ乗り入れできない感じ？プラス1000円。フラットグリーンサイト車乗り入れ禁止。あ、禁止。料金プラス1000円。あ、ここも車禁止らしいです。まあやっぱりグラウンドとして使ってたりすると。そうだよね、難しいよね。でもこんな感じでフラットで広いです。かなりここもすごい、すごいね。へえ、あれ芝刈り機だね。大変だろうな。すごい、これは気持ち良さそうだな。寝っ転がりたくなっちゃうね。うん。はい、ここまでがあのプラス料金のサイトになります、はい、あと一番奥は繁忙期の特別サイト、うん、って感じなんで、こっから奥が普通のフリーサイトになりますので、はい、まあ、道志の森みたいな形式ですよね。どうしよう。ね、はい、あの車の通行の邪魔にならなければどこでも貼っていいですよっていうスタイルだよね、うん、ですね。じゃあ一旦ちょっと車で移動しましょう。はい、メイさん、メイさん頑張って頑張って。マップでいうところの今ここら辺にいるんですけど、うん、ここから車でずっと奥まで行って第一炊事場、この辺りに一回行きましょうか。うん、ね、うん、いいですか。うん、はい、うん、じゃあお願いします。お願いします。道がだいぶ悪いんで、カントリーロード、この道ずっと行けば第一サイト、ヘイヘイ。いやもうこの辺から結構道悪いでしょ。うん、うわ、ゆさゆさしますエブリィが。綺麗でも、うん、整備されてますね。でも地形は肥料とかを使わないそのままの地形を維持していますって書いてありました。なるほど、うん、自然体。よいしょよいしょよいしょ。車がスタッキングした場合は1000円払えば救出してもらえます。よいしょ、こんな感じで奥へ進みます。道移っかね。うん、こういうさ、結構ちょっとこの輪立ちっていうの、輪立ちがすごいからね。こういう大きい石のなんていうんだろう、でこぼこ輪立ち、うん、な感じ。これが結構さ、うん、低い車は厳しいかもしれないっていう、うん、そうだね、うん、すっちゃいそう。そうね。よいしょよいしょ。あ、アブが、お、アブがいる。止まってる。ここら辺もすごいよね。すごいぞ。よし、頑張れ頑張れ。頑張れ。エブリー君。ゴアゴア。エンブリンボアゴ。エンブリンボアゴ。もうここら辺もサイトだよね。でも全部こっち側もこっち側も、うん、全部サイトでございます。すごいよね。はい、自分の好きなところに好きなように。あ、今あそこにね、三角の、あ、あるね、ゴールテント立ってますけど、うん、車も一緒に設営もできます。
結構ね歩いてみると、うん、ちょっと平らになってる部分があったりとかするんで、私たちは一旦降りて確かめてね、そうパーって見ると全部斜面に見えるんだけど、あ、ここ平らじゃないっていうところに貼りました。でもフリーサイダーも8割方斜面だね。うん、平ら、うん、平らのとこって少ないよね。そう、なんかこういうさ、ちょっと、うん、まあ、この辺にするかとか、部分部分でやっぱり全部斜面ではない感じ。そうだね、時間です。ちょっとじゃあこの辺、よいしょ、この辺り車止めて、ほら、こことかもうさ入れないよね、この感じだと。うちの車も入れない。そう、こういう輪立ちが、うん、ここってなってるんで、この辺なら入れる。はい、到着。この第一筋場らへんにいます。らへん、この辺をちょっとじゃあ軽く歩いてみましょうか。はい、またメリメリさんと、はい、2個連れて、はい、ということでここが炊事場です。はい、炊事場綺麗だったよね。うん、めっちゃ綺麗、いっぱいあるし、うん、ほい、こんな感じです。いやな、2個綺麗、めちゃめちゃ綺麗、めちゃめちゃ広い。はい、ここも使えるし、かまど、うん、かまどくん、ちょっと人がいらっしゃるんで、あれなんですけど、こっちもこっちもサイトだし、うん、まあ、こっちも斜面ですけどサイトがある、はい、みたいね。こうどっちかっていうとこっちが下じゃん、丘の下の方じゃん、下の方が平らなところが多いね、うん、上よりね、うん、ちょっとじゃあ上の方行ってみるか。まあ木がある方がいいなとか、ハンモックしてる方もいたし、うん、やっぱ開けてるとこ行くと平ら多いけど、まあ木があんまなかった。そうだね、いろいろです。こっち展望台あるんだよね。はい、上行ってみましょうか。この辺もまあ好き勝手貼っていいということですよね。うん、すごいよね。すごい、こっちも、あ、まあここも平らだしね、上。おお、本当だ、ありだな、ありだあー綺麗、わあすごい道ですね。よいしょ、じゃあ先行っていいよ。よいしょ、メリメリメリ魚の子、タタ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 、すごい道です。はい、あ、でもこれは登れそうだな。これどっちだ。これは展望台、こっちですね。行ってみる？うん、怖いけど。せっかくだから。うん。行ってみようか。メリは無理かな。メリさん抱っこで行く？うん。メリおいで。おいで。よいしょ。はいはい。はい、ちょっと展望台っていうのがあるみたいなんで。あ、でも見て、この辺も結構平らなところが多い。うわー、いいとこあるじゃん。奥まで入ると。うん。すごいね。すごい、いいね。うん。すげえ。自然すぎる。あ、こっからも入れるし、サイトとか。本当だ。うん。うわ、ここいいね。ねえ、うん、森の中、すごい、
ここも晴れるよ。自然に満喫。ここも晴れますよ。晴れますね。この下にも行けるし。すごい。うん。なんか上から見るとまた違うね。違うね。綺麗だね。うん。夜とかもランタンとかつけたら綺麗に写真撮れそう。ね。よいしょ。はい。メリーさんこうなりました。もうメリーは無理だね。うん、頑張ったよね。アブみたいなのがね結構いるから、そう、ちょっとそれは注意しないと。ハチとね、うん、結構人間と車に寄ってくるから、うん、排気ガスの二酸化炭素で。そう、わー広い。なんか下からだとあまり分かんなかったんだけど、うん、すごいね。うん、まだ続いてるよ、道。車で行けるね。行けるね。まあ展望台はテント張れないってことで。あ、なるほどね。はい。展望台はテント張れない。はい、八ヶ岳が見えるそうです。へえ。まだあるんか、結構。うわ、どっちだこれ。でも上か、上だろうな。うん、ふ結構来ました。結構地図で言う感じより結構あるな。ふんってつくかと思ったら、うん、結構ありますね。これみんな行くんかな、展望台。いやー、行かないんじゃない。遠いよ。なんかちょこちょこブログ、うん、とか見てると行ったって、うん、こんな感じで見えましたとか。ここにもサイトあります。すごい、トイレ超遠くない、うん、ね、簡易トイレ持ってれば楽か。マイお便所。あ、マイお便所ね、うん。あ、ちょっと開けたよ。ここら辺じゃない？ここら辺かな。よいしょ。ジェジェイ、ニニ、食べない。これ、これ、これ。行って行って。行って行って。親指行ってるよ。歩いて。よいしょ。あ、出た出た。出た出た。よいしょ、ちょいだね、ニコ。頑張ったね。うわー、すごい。うわー、すごい。確かにテント張りたくなっちゃうね、これは。うん、うわー、パラボナ、パラボナアンテナだ。パラボナ。でもここは張っちゃいけないと。うん、ここには張っちゃいけない。展望台です。よいしょ。うわー、すごいね。うおー、すごい。へえ。へえ。きれい。八ヶ岳。さっきのあのプレミアムサイトが下に見えます。本当だ。いや、素晴らしい。写真に収めておこう。展望台です。展望台太郎、なんか緑だから一緒に見える。はい、じゃあ一回戻ろうか。はい。あそこにエブリ君がいて、ここまで戻ってきました。この分かれ道のとこね、あっちが展望台で、こっちまだ行ってないんで、ね、ぐるぐるしないで、こっち側ちょっと歩いてみようと思います。はい。まあ上側ってことよね。うん、
上側の道、やっぱりちょっと森感が結構あるのね、こっちはね。そこも行けるけど、なんかやっぱ泥が、うん、平らだけどね、そこ入っちゃえばね、本当に森の中でキャンプができるっていう感じですよね。うん、あ、この辺まででいいんじゃないか。はい、でこっちはちょっと斜面だけど森の中、開けてる森の中って感じ、うん、そこまで、うん、転がり落ちそうな斜面じゃないですね、うん、こっちからじゃあ突っ切ってっちゃおうか、戻っちゃおうか。突っ切っ、いつもタロちゃん木があると変、突っ切ってキリキリ、いじめだよそれ。は？いじめ。アルピーも何ぬねんのが下手だよね、行こう。メリさん頑張れ、メリメリおいで。こういうところにも貼っていいんだもんね、いいよね。いいよな。ちょっと斜面です。よいしょ、キョキョ。どうした、どうした、もう嫌な、行こう、もう嫌なの。メリーおいで、ニコ足絡まってんじゃない、足足足、はい、こっちが下の道、下の道と上の道があるよね。ね、よいしょ、じゃあ一回車に戻ろうか。はーい、ニコおいで。あ、戻ってきた、戻ってきたね、はい、じゃあ一旦車乗ろう。こっからはね、そこまで道悪くなかったのよね、うん、やっぱり最初の入ってくるところが結構ガタガタで、ガタガタとで、ガタガタで、あ、でもやっぱりガタガタはガタガタだよ、ガタ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 、はい、こんな感じで進んでいくと、あの辺も人気みたいよね、車止まってるとこ。そう、今ね、うん、いっぱい張ってらっしゃるあたりも平らなんだよね、多分。うん、あとトイレ近い、トイレ近い、うん、木がね、あまり上にないけど、そう、野原的な感じで張りやすいのかな、うん、スタックしやすいって言ってたね、ここは。ああ、そうだね、この土のところね、うん、よいしょ、よいしょ、はい、そうするとここがトイレ、トイレです。トイレのとこから始めよっか、じゃあトイレから始まる、イエーイトイレのとこに車置いちゃおうかな。ここトイレ、そうなんです、コンテナみたいな、めちゃくちゃ綺麗なんで、トイレ、うん、はい、はい、トイレエリアですね、トイレエリア、はい、じゃあ行きましょう。はいよ、はい、じゃあここトイレでございます。トレーラートイレですね、はい、こんな感じで、まあ、こっち男子で裏側が女子、よいしょ。こっちはね、すごい新しくて綺麗なんですよ、こんな感じで2つ、はい、めっちゃ綺麗、ウォシュレットまでついてます、こんな感じです。洗面台もあるしね、よいしょ、ここにアルコールもあります。女性は一応なんか仮設もあるみたいな、あそこにね、よし。それではちょっとここは、トイレと
炊事場がそこにあるんで、ね、ここがトイレと第二炊事場っていうのがあるんで、ここだけ今見に行きます、歩いて、はい、そしたらまた車戻ってきてこっちのぐるっと一周して帰ろうかなと。この辺はじゃあまあそんなに、あ、まあそうだね、この辺は歩いてみようかなって、この辺また車止めて、はい、行きましょう、行きましょう、はい、炊事場までなんで、うん、ちょっとニコメリさんは一旦車にいてもらって、うん、涼しい、涼しいよね、うん、だって全然あんだけ歩いても汗かいてないもんね、うん、この辺もやっぱ下が人気みたいなんですよ。そうだね、うん、草も短いし、うん、平らなとこも多くてね、ピクニック感、うん、こういう感じで、これ下側ですね、うん、はい、でこう入り口が今後ろで、うん、っていう感じなんですけど、この右側が山の上ですよね。そうですね、左側が山の下っていう感じ、そう、斜面でいうと、この辺りもフラット、はい、こんな感じでございます。はい、であそこにね第二炊事場があって、うん、まあ、この辺もサイトだし貼れるよね、うん、あそこちょっと上にフラットな場所あるね。本当だ、ステージみたいな、ステージ。ただここ夜ね、ここ電気がついてるんで明るいかもね、眩しいかもね、うん、まあ、トイレも近くていいけどね。トイレがさ、感知式だからさ、うん、真っ暗で探せなかったね、最初。そうそう、迷うよ、ね、あれって、うん、はい、この辺りがそのフラットだけど、まあ、土だね、でもね、うん、あの上とか、うん、あ、さらにもう一個上もあるし、うん、広い、とにかく、はいはい、じゃあ一旦車行きましょう。はい、こっちからもトイレ行けるから、アブの羽音が嫌ですね、うん、もう聞きまくって、今回大量に、あ、息が上がってきた、さすがに、よし、じゃあ一旦車戻ります。キノコだ、あ、キノコあるよ、大きくなった。終盤となってまいりました。おう、この施設紹介も過去最大に歩くの大変だと思われた、うん、同志の森、うん、それに匹敵する、匹敵する、それに匹敵するぐらいの広さでござる、うん、どうだろう、でもどっちが広いかな、なんだ、なんかね、全体的に広いから、同志は縦にこう歩いていけば、まあ、でも同志の方が広いだろうな、やっぱ長いっていうか、歩いたもんな、あれ全部歩いた、2時間半かかりましたよ、同志の森は。うん、ということは10キロぐらい歩いてるってことよね。すごいね、ボアさんも歩いたんですよ、あの時。そう、抱っこしたりしてね、15歳16歳15の時か。ああ、はい、はい、これがさっきの、第二炊事場ですね。そう、右側の奥にあるやつですね、はい、でここを多分境に奥行くと、はい、すごい開けたサイトがあって、はい、そこに僕らは貼ったんだよね。はい、
開けましたね。あ、ここですね。こんな感じで開けてくるので、おー、すごいね。すごいよね。うおーってなったもんね、これ見て、うん、なった。斜めだけど広いみたいな。そうそう、この右側がめっちゃ広いエリアなんですけど、すごいですね。斜面なんだよね、全部ね、うん、で、この下にもサイトがあったり、こっち側、うん、左側ですね、ここにもサイトがあったり、奥、うん、奥にもあるんで、この辺をちょっと歩いてみようかなと思います、はい、車は、この辺りの日陰に停めます。ここら辺が僕らが張ってたエリアです。はい、はい、結構斜めよね。うん、でもなんかいい位置だったよね。うん、すっごい開けてて景色は抜群です。本当に良かった、うん、はい、で、この下とかにもあるんで、はい、道がね、うん、こっちをちょっと見に行ってみようと思います。大丈夫メリー。うん、この辺とか、この下の方にもサイトがあったんで、めっちゃ穴場じゃないこの辺って。うん、すごーいね、日陰だし。このさらに下にもフラットなとこがあります。に困って、この辺ね。うん、あの下とかね。うん、この下か、ここか、この辺とかフラットなとこがすごいプライベート感のある。ここやばいよね。うん、ちょっと奥行ってみよっか。もうトイレと炊事場を気にしないなら、うん、すごいいいかなって感じ。確かにどんどん遠くなるからな。鹿のうんこと、かイノシシのうんこがめっちゃ落ちてますね。あ、じゃあやっぱり野生がいるんだね。昨日光る目見たもんね。そう、この辺光ってた目が。うん、よいしょ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 、はい、うわー、ドロドロや。お、ここにも結構な道があります。一番下の道だね。うん。せっかくだから行こうか。なんか家もある。本当だ。なんか小屋みたいな。ね。へえ。奥にじゃあなんかサイトがあるのかな。多分ね、ぐるって回れるようになってるはずです。そうだよね。うん、すごい道。四駆だったら車で入ってきてもいいけど、うん、怖いね。ブリブリ、うん、エブリ。非力だからさ、やっぱり。はい、ここが一番先っちょっぽいぞ。
お？すごいね。大丈夫か？そうそうに。はい、じゃあぐるっとぐるっと右回りに回ってこっちから戻れるっぽいよ。でもこっちはちょっとあんま張るとこないな。うん、ちょっと草が本当に生えすぎてて、野営が野営感があるけど。よいしょ。すげえ上り坂、うん、あ、ここちょっと開けております。あ、うわ、で、喉が。で、ぐるっと多分上に回れるのは地図見せてもらっていい？はい。そうだね、これだと一番上行っちゃうから、うん、よし。じゃあ一旦車の方行きます。うわ、虫すごい。車の方戻りましょう。はい、ちょっとに道路があるから。よいしょ。ハルピンさんももうバテてまいりました。戻ろう戻ろう。この辺もサイトですよ。はい、すごいな、広いな。うん、虫がすごい、すごい。蜂あぶ、レーサーのように駆け抜けてくる。はい、あ、車が見えた。さすがにニーニーももう暴れません。バテました。抱っこでいいよ。じゃああと車で回って帰りましょう。はい。うわ、なんだよ。蜂が目の前おでこに、おでこにぶつかって両手塞がってるからぶつかり放題です。よいしょ。これは美味しいランチが食べれますね。はい、親子丼とラーメンのセットが、はい、車戻ってきました。一回車乗ります。抜けらんないや。スタッキング、スタック。うわー、怖い。うわー、倒れる。ここが抜けらんないじゃん。うわー。分かった分かった。ことか。よし。怖いよ。で、こっちを回って。よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。上の道へ移動します。はい、結構道大変よね。うん、よいしょよいしょよいしょ。こっちにもあります。あるよね、はい、あるよね、あるよね。まあまあ平らなんですよ、こっちも。上からの景色。はい、僕らこの辺に張っておりました。この木とこの木の間に、うん、ただ結構斜面でですね、ここも、うん、前から、はい、すごいすごい道です。すごいです。こっち側にもあります。こっちも結構斜面です。結構斜面だね。
ここでやってる人いたね。いた。すごいね。はい、以上となります。山が見えるんですね、ここまで上がってくるとね。本当だ、ね、よいしょ。はい、で上の道から一周して降りれるはずです、うん、トイレの方に。めっちゃ握ってるやん。え、めっちゃ握ってるじゃん。はい、腹筋がもう無理です。はい、降りてきた、降りてきた、降りてきた。トイレ見えてきましたね。いいよ、いいよ。本当にだから乗用車は気をつけて、うん、ブログとかでも、うん、なんかバンパー外れちゃってる車結構いたとか書いてあったんで、うん、なんかそれはもう無理した場所に行かない方が絶対いいと思いますね。そうだね、うん、別に無理しなければ来れないわけではないと思うんで。そうそう、その晴れる場所もあるし、うん、全然俺も今ハマりそうになったし、うん、危なかった。なんかね、見た目何の変哲もない場所なのにハマりそうになる。うわ、ここも、うわよし、抜けた抜けた。はい、綺麗ですね、こうやって張ってるの見るとね。皆さんのテントがよし、まあ入り口付近のこの辺りがまあ、うん、無難なんでしょうね。そうですね、安全だよね。安全、うん、奥行けば行くほどやっぱり道も険しいから、うん、斜めに貼るのが得意、うん、得意っていうか、まあ慣れてる方、うん、どうやってこうテーブル平らにしてとか、はい、寝るのとかもね、うん、ならいけると思うんですけど、うん、初めて来るだったらやっぱこの辺のね、うん、この奥とかすごく貼りやすそうだよ、うん、ね、平らな感じの、うん、そう、このやっぱ第一炊事場、うん、第一炊事場の周り、そうですね、うん、が一番やっぱり、うん、張りやすそう。周り目平らを思い出しました、うん、スタックしやすいとは言ってたけど、うん、まあどこでもそれは一緒だと思うからね。はい、こんな感じで、はい、今一周終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。約2時間の旅でございました。うわー、頑張りました。すごいですね、うん、ということで、ということで本日はですね、うわ本日は、はい、長野県のですね、はい、五香牧場、人気のキャンプ場です。施設紹介の方やってみましたので、ちょっとね長い動画になっておりますが最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ちょっとでもご参考にしていただけたら嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。キャンプ動画もやってますので、はい、はい、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。あと高評価もお願いします。お願いします。それではさよなり。さよなり。斉藤でした。斉藤でした。どうひゃん、どうひゃん今ここです。